トベファミリー食事会の舞台裏に潜む平野耀の驚きの一面。トベメンバー初の食事会での出来事が明らかに、ジャニーズ事務所を退社し、新たな舞台に挑む元ジャニーズたちが所属する株式会社トベ。そのメンバーが初めて食事会を開いたことが、三宅県の YouTube チャンネルで語られ、それによって平野耀の驚きの一面が明らかにされました。 ファンはこのニュースに大いに驚き、トベの未来への期待が高まっています。トベメンバー初の食事会、三宅健が明かす。トベのメンバーたちが初めて食事会を開いたのは、三宅健が X アカウントで、こんにちはトベ勢揃いで初のご飯会何来ていこうかな、とツイートしたことが発端でした。 ファンからの期待の声が寄せられ、その後、三宅は自身の YouTube チャンネルで生配信を行い、食事会の舞台裏を明かしました。三宅によれば、彼の周りには神宮寺雄太と平野紫耀が座り、その周囲にはイムップメンバーが勢ぞろいしていました。食事会では、タレントとスタッフが別々の円卓に座り、中華料理が振る舞われたとのことです。 しかし、驚きのエピソードは、平野仕用の小麦粉アレルギーに関するものでした。平野仕用の小麦粉アレルギーに衝撃を受けるファン。三宅は平野が小麦粉アレルギーであることを明かし、平野がなんかね、小麦粉アレルギーがあるらしくて。だから、食べれないのとかを全部、新たくんにあげてた、と話しました。平野が食べ物を譲り、その光景に三宅は、しんくん、かなりもうほら。 憧れてる平野からもらうご飯だから食べないわけにいかないじゃん。だから頑張って食べて結構お腹パンパンだったんじゃないかなと語りました。ファンたちはこれに驚き小麦粉アレルギーってでも結構いるみたいだね。平野がグルテンフリー気をつけてるって言ってたから食べに連れて行ってあげたい餃子とかさあるんだけどさ。 川に小麦粉が使われている餃子もダメじゃん、とコメントし、平野の食事制限に対する理解の深まりを見せています。平野市用、ソロデビューの噂が浮上。一方で、トベメンバーたちの未来には新たな展開が待っているようです。8月24日発売の女性セブンによれば、戸部のメンバーたちはすでにソロ活動に向けて動いているとされています。 記事によれば、平野潮はすでにソロ曲のレコーディングが終了しており、滝沢さんの旗振りの下、平野さんはソロ曲が完成してレコーディングも済んだようです、との情報が伝えられています。三宅健もミュージックビデオの撮影が進んでおり、平野と三宅のソロデビューが近いとのコメントもあります。飛べメンバーの新たな一歩とファンへの驚き。 トベメンバーたちが初めての食事会を開き、その舞台裏には平野市用の小麦粉アレルギーという驚きのエピソードが明らかにされました。一方で、ソロデビューの噂が浮上しており、トベの未来には期待が高まっています。ジャニーズ事務所を離れ、新たなステージに挑む彼らの活動に、ファンはますます注目しているようです。